さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。よく朝型の人とか夜型の人とか言いますが、あなたはどちらですか？私は完全に夜型の人なんですが、そんな私もですね、最近は朝割と早く起きるんですよ。起こされると言った方がいいかもしれません。なぜかというと、私はですね、クーラーにとても弱いので、どんなに暑くなってもクーラーをかけずに窓を開けて眠るんですけれども、そうするとですね、朝ですね、日が昇るとこうカーテンの、ね、隙間から風が吹く、ね、のと同時にですね、こう朝日がピカーンと入ってきますよね。それがあまりに眩しく、そして暑くて、割と朝早くからね、太陽に起こしていただいてですね、快適な毎日を過ごしておりますけれども、あなたはいかがですか？さあ、沖縄羅針盤は5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は台北中日経済文化代表所那覇文書所長の念真嗣さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。念さんは1961年台湾のお生まれ、外交官として台北中大阪経済文化弁事所福岡文書課長や台北中大阪経済文化弁事所課長、台北中大阪経済文化弁事所部長を歴任するなど、台湾における日本の専門家の第一人者でいらっしゃいます。2011年の1月から現職に就いていて、今回は沖縄と台湾の歴史的なつながりについて熱く語っているようです。それでは島田さんとのおしゃべりをどうぞ。快適に過ごしておられますか、沖縄では？快適ですよ。沖縄の気温はですね、最近暑いけれども、31度か32度、台北市と比べると、だいぶ5度の差がありますよ。僕先日台湾ね、台北に帰ったところ、36度あれは38、ね、はい、わずか600キロぐらいね、はい、すぐ緯度的にはそう変わらないのに、台湾やっぱ暑いですよね。暑いというと台北市ご存知のように盆地でしょ、京都のように、だから夏の方は蒸し暑い、ビールも多いし、だから、気温はちょうどね、沖縄より仕事上がってるじゃないですかね。そんな感じします、はい、やっぱ都会だからというところもありますよね。ですから、しかも沖縄の方は台北より乾燥的、台北は湿気が多いから、暑い中ね、湿気があるかどうか、これも感じが違いますよね。じゃあ台湾の皆さんにとっては、はい、沖縄の気候や過ごしはすごく快適に感じる、快適と思いますよ。ただ太陽の日差しが強いと、赤外線、それがいいけど、真夏の方はいつも沈むんですよ、たくさんの、観光客やってきてね、はい、同じと思ってたけども、それこれもまた後で聞かせてもらおう、はい、で僕は去年私が沖縄大学で書いたレポート論文を、念所長が新聞に、シリーズで、配読させていただきましたよ。これに読んだよと言って、いただきましてね、嬉しかったです。はいはいはい、これは とても参考になるでしょ。明治時代の、まあ、ある意味琉球と台湾との関係のもう一つの視点での関係を、まあ、通信という分野で書いてみたんですけどね。そう島田さんもこの分野の専門家だと、しかも学者でね、素晴らしい論文ですよ。僕も拝読しました。そう言ってもらったのですごく嬉しかったです、ありがとうございます、そういう意味でも念さん、これその沖縄と台湾との関係、交流をより強化することが双方の利益なんだということをいつもおっしゃいますよね。そうで、これやってきたんだけども、これまでの取り組みとしては足りない部分があると、どうも仲良くはできるけども、これを体系化してやっていくんだということをいつもおっしゃるみたいですか。そうですね、僕いわゆる体系化というと、ご存じの対流関係ね、復帰前復帰後台湾琉球の関係ね、はい、古くから古いと、古から多い、あるいは人的交流も頻繁、それはいつも定着でしょ、私から見ると足りない部分は、
節目的に歴史的から考えると、うん、昔法治時代でしょ、うん、琉球時代は法治先生は、はい、沖縄ではとても名が高い、はい、あるいは貢献も大きいと、はい、いうことで、しかしあれは節目あれからもう 4,50 年でしょ。人によって築き上げた人間関係はそれはいいんですけども、信頼関係もいいと。しかし世代交代あるいは次世代の理解、相互理解のためには若干の私は言われた体系化の仕事をやらないと、あまり効果がないという意識が強い。それこう人の力にこう頼って交流はこう積み重ねてきたけども、はいはい、それもっと体系化しておかないと、そうということなんですよね、これはちょっと抽象的でしょ、うん、具体的に言うと、例えば沖縄で41市町村、うん、私着任して半分ぐらい回ったことあると、うん、大きい 都市ね、ただ11個の、重要な市ですね、うん、ほとんど回りましたよ、うん、しかしコミュニケーションするとき私のイメージ的には臨済レベル、例えばこの自治体の人方々、台湾との交流もあんまり交流したことない地方自体も結構おられますね、うんうん、だからフィーリングはあんまりちょっと薄いと。いや市町村まで降りていったらそれはそうなるはずです。そうそうやっぱ関係薄くなりますよ。そうそうそう、だから非常に交流多い大きな地方自体は結構おられます、うん、しかし残念ながらいわゆる体系化というと、例えば私着任してね、距離は2つの超党派の議員連盟、うんできたというと、去年は那覇市議会、うん、宮古市議会、うん、今年は豊見城、宜野湾、この4つね、過去においてうちの中流時代とか全然やったことない分野、うんうんうん、まあ、超党派議員連盟というと与野党問わずに、うん、台湾沖縄と台湾との交流は誰も反対しないでしょう、うん、そういう組織ね、それ、はい、市町村の議会の中で、うん、台湾との交流を促進するため のプラットフォームね、中央自治体の長は当然、しかし有権者の皆さん、県民たち選ばれた議員さんも、うん、あれも市民の一つの一人でしょ、うん、その超党派の議員連盟、うん、いわゆる流体あるいは台湾友好議員連盟ということで、こうあるんですよね、交流は首長さんたち、はい、市町村長たちを中心にこうそういうふうな交流のルートはこう、まあはい、ありますよ。あります、はい、それをもう一つその議員連盟と、はい、議員さんたちが交流できるルートを作ったんですね。そう議員たちとしてこれも必要なのか、うん、議員がやっぱり有権者から選べた代議士でしょ、うん、だからいろんな委員会もあって、経済分野なり文化分野教育分野いろんなこと、市民たちが、ね、関心してる分野、うん、議員さんもやっぱりやって、できると、うん、やることもできる。それはありがたいことで、沖縄側が交流したいと、はい、その議員レベルで交流したいと言ったときに、はい、台湾側がそういう受ける状況を作ってできてるわけです。そうそうそう、というと議員連盟もし台湾と交流する場合で、うん、台湾も民主政治でしょ、うん、中央自治体も多いと、はい、お好きな気になるあるいは相手の議員同士の交流も、うん、そういう大義メモができるじゃないですか、うん、はい、いや、うん、こう言うと伝わりやすいかもしれない、はい、その沖縄の中でも、はい、他都道府県、はい、日本本土との交流のパイプは、これは、相当に太いですよね。そのできているんだけども、それと同じように台湾ともやれるような状況を作ろうじゃないかと、はいはい、こういうことと思っていいですかね。そうというのは、ね、日本内地の各都道府県実は、うん、ほとんどやっぱり日台議員連盟ありますよ、親善議員連盟ね、はい、あるいは親善協会、うん、まあ、沖縄の方はね、県としては昔20年ほど前ありました、うん、超党派けれども全員でもない、うんうん、今私の任期内で、ここ2年内4つできたことはやっぱりね、超党派全員ですね、まあ、いわゆる地方自治体レベルでのネットワークを、かけるということでね、はい、これが広がりを持ってくるといいなということですね、そう、例えば41市町村、まあ、全部じゃなくても重要な11市、11個の地方自治体全部議員連盟あれば、うん、これを沖縄にとって大きなパイプですよね、うん、台湾交流するには、議員さん方一人一人の意識にまた働きかける部分がこれ強くなってきますね。台湾との交流がどれだけその、地域経営、地域振興に資するものになるかということの機会ができてくるわけですね。そうですね、議員連盟というとやっぱり議員さんにもこういう宿題あるいは責任、うん、責務を与えるようなプラットフォーム、うんうん、作って、まあ、超党派という形でね、議長がやっぱり現役議長が会長だと、副議長は副会長、
まあ、あの議員選挙こう交代しても組織自身が変わりはない、うん、こういうあの末永くねいう形でね、うん、はい、いやそういう交流が太くなることによって、はいはい、であの今那覇空港にいますけども、はい、那覇空港から台北、はい、台湾各地への飛行機の便もまたまた増えてくるという状況にこれつながっていくんですよね。そうですね、今あの那覇空港ターミナル、まあ、第二ターミナルは建設中けども、うん、実は、この前ですね、あうちの鍵、うん、鍵ね、鍵はね国際線やってないけど空港もありますよ、はい、チャーター機これから台中の近くの台中と高尾の真ん中、うん、鍵ね、はい、チャーター機も歓迎と、うん、結局ね最近のことでね静岡空港まで乗り入れ行きましたよ、うん、実はこちらも私も、何ですかねコミュニションビローさんあっても、うん、声かけましたよ、うん、ぜひ聞かればこちらチャーター機も、鍵までも飛んでくださいと、うん、話聞くとね昔沖縄方々ね公務員として鍵、うん、在住した経歴がある方が結構おられますね、うん、僕期待してるよ。あせっかく沖縄鍵出身の、ワンセの方々多いのにねぜひチャタキを結局静岡空港が行ってしまったいやそれいや挽回しよう、はい、いや鍵という言葉には僕もいや沖縄の人の多くがそれを多くよ僕、はい、接触した方々多いです、アリーさんのことね、うん、信任関係、うん、任務局ね去年の夏に僕は鍵を訪ねました。街を見てきました。島田さんね、はいはい、実は私の父は、はい、戦前にその、戦前に沖縄から台湾に渡って、はい、やっぱり鍵ですか、鍵で、はい、生まれた和製、ね、和製ですね、うん、はいはいはい、鍵中学を出て、はい、で終戦を迎えて沖縄に引き上げてくると結構多いですね。私聞いた話は、うん、沖縄の方々鍵とのつながりは深いかなと思って、ね、うん、で今リーダーの方も大変多いですよね。多いですね。やっぱり台湾会という、うん、年寄りさんの方々、うん、少なくとも300名おられる、うん、300名と聞きました。これは鍵とのチャーター便全部鍵じゃなくて、うん、例えばキールン、台北どこか、うん、とにかく台湾と関係ある、あるいは戦争中の疎開地として、うんうん、そういう経歴もされたし、はい、引き上げとかね、はい、台湾の話も聞きたい、それから台湾と琉球との関係も、はい、聞きたい、はい、もうありますね、はい、いわゆる小琉球大琉球 ね、どっちだほら大琉球小琉球ね、うん、まあ、一位大数は間違いない、うん、私きれいから一つのことで、ね、この場で皆さんに報告したいと、うん、先ほどおっしゃったような昔7000名の沖縄の方々台湾に定住したことある、その中の一部分は、ね、キールンなんですよ、うん、海の漁師、うん、ウビンチュウ、うん、ウビンチュウのことでね、その記念するための印として2年前の12月1日、うん、キルン市の平和とあるでしょ、平和が島のパークで、うん、キルン市役所が提供した土地で石と、うん、交流される、はい、交流する、はい、これはやっぱり台湾機関の海いかにして隣近所だと友好の印として、うん、交流されましたよ、うん、ちょうど私は臨機で会いましたね、うん、みんな民間の有志ですよ、できた募金活動、うん、はい、先ほどうちの父が台湾からの引き上げ の、はい、まあ、一族だという話をしましたけども、はいはい、うん、終戦後ね1945年終戦終わって日本人がこう台湾から出ていくという、はい、これ大作業ですよね、はいはいはい、大きなで2年3年かかった、はい、仕掛け3年ぐらいかかって引き上げね、引き上げ作業、はい、で台湾中から台北、はい、北の方の台北、はい、キールの近くに、はい、まあ、集まって暮らすような時期があって、はい、で日本本土が先に出ていくと、船、これ船いっぺんには出ていけないの で沖縄人は最後の最後にの船に乗って、はい、その間に2年近くあったというんです、はい、そのいわゆる終戦後2年ぐらいの余裕で、まだ台湾に、はい、船がまだ出ないのでね、人数が多いからね、うん、戦後のところは確かに、まあ、中国大陸を含めて日本の軍属、うん、あるいは軍人200万以上引き上げということでね、うん、こういうことでね、はい、その時 の、うん、まあ、僕父や叔父から聞いてるその1年数ヶ月、はい、台湾でそういうふうにして暮らすわけですよね、引き上げ前という、うん、しかしながらそこでやっぱり台湾の人々にね、はい、親切にされたと、はい、そうでしょう、これは国民感情ね、あるいは国民性が違うわけですよ、うん、いわゆる報復とか、うん、あるいは何とかねやらないでしょう、一部分ね僕聞いた話ね沖縄電力さんもそうですし、例えば台湾電力、その技術技師引き上げするとき一部の専門家たちも続けて指導役をやってるという話も聞いたことがありますね、これは当時のインフラトルクチャー電力関係、うん、
のに対する貢献者の延長なんでしょう、はいはい、いやそんな歴史があって、はい、あの今の我々のこの見える現代があるわけですけどね、はいはい、私たちはつい大都市の台北に目を向けてしまいがちですけれども、お話の中ではキールンの海人の話ですとか、それからウチナンチュが多く滞在したという鍵のお話なども出てきましたね。あの実は私も何人かあの台湾出身の友人がいるんですが、そういえば今思い出したのはその友人も鍵の出身ですね、多くの交流があり、そしてこれからも交流が生まれていく、そんなお話でしたけれども、まああの実はですね、今日お話を伺ったこの年さんの奥様はですね、日本の中でも暮らすなら沖縄が一番ということをおっしゃってるそうで、沖縄でも多くの友人を作られていて、まあ、あの島田さんはですね、あのそういうふうに感じたんだそうですけれども、そんな年さんとのおしゃべりなんですが、来週続きをお届けしたいと思います。今週のコーラルラウンジは台北中日経済文化代表所那覇文書所長の年新志さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、国立劇場沖縄で行われる舞台のご案内ですよ。皆様は組踊りをご覧になったことありますか？まあ、あの古典作品もありますけれども、近年多くの創作新作の組踊りが生み出されています。7月28日日曜日には新作2本、それも、公演が初舞台となる組踊り2本が2作同時上演となあります。まず第1部はですね、新作組踊りヌファブシイブン、こちらはですね、組踊りの立ち方としてもご活躍されているマジキナ政権先生が、あの名曲ヌファブシから着想を得て紡ぎ出した恋の物語ヌファブシイブン。そして第2部はですね、あの皆さんヘシキヤ長瓶という名前を聞いたことがあるかと思いますけれども、ヒウンの生涯をオリジナル音楽に乗せて詩的に綴ったフィッシャー賞長瓶、こちらを第2部ということで、まあどちらもですね、あの出演者それから地方の皆さんも若手からベテランまで実力は揃いで、であのどちらも字幕表示があるということですので、まああの組踊りですから、あのちょっと言葉が難しいなというイメージがある方にも、この字幕のおかげで物語の筋も、それからあの地方の皆さんによって歌われる歌の方もじっくりと堪能していただけると思います。新作組踊りの2台、同時一挙上演ということで、7月の28日日曜日午後2時から国立劇場沖縄の大劇場で行われます。チケットはすでに発売が始まっておりまして、ご予約お問い合わせは国立劇場沖縄チケットカウンター 098-871-3350 871-3350 番へお問い合わせください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想やメッセージ、そしてこんな方をコーラルラウンジに呼んでください、この方のお話聞いてみたいというリクエストもお待ちしております。宛先は 864@rokinawa.co.jp 864@rokinawa.co.jp です。メールの件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページにアクセスしてみてください。私のブログ富田めぐみのあしゃぎだよりや、コーラルラウンジ島田さんのブログにもリンクしておりますので、お時間のある時にこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。